ネザーランドドワーフ。ネザーランドドワーフは、オランダに起源を持つカイウサギの一品種である。生物学上の分類では、ウサギかアナウサギ。名称のネザーランドは、オランダ、ネーデルラントのことで、オランダの小型種、ドワーフを意味する。カイウサギの中では、小型のウサギで、体重は、約0.8から 1.2kg である。生物学上の分類となる。 アナウサギの中では、極端に耳が短く体も小型で、小ウサギのような外見が特徴。ネザーランドドワーフは、ペットや、ラビットショーを出展目的で飼われている。アメリカのウサギのブリーダークラブの、スタンダードパーフェクション、プロポーションの規定によると、理想体重は907グラム、最大1134グラムまでとされる。しかし、これに当てはまらなくとも、 ウサギとしては何らだ問題はない。この種類のウサギは小さいため、一般的に毛皮や食肉用途に用いられることはない。小型な体格から、中から、大型ウサギに比べ小スペース、小型ケージで飼育できると思われ、人気は高いようである。他の品種より小さいが、ネザーランドドワーフは、とても活発で、すべてのウサギ同様、運動したり動き回ったりするのに、 十分なスペースと広さを必要とする。小型種だから小さなスペースしか必要ないと思うのは大きな間違いである。ネザーランドドワーフは20世紀初頭にオランダで作成された品種である。イギリス原産の小型で小耳のポーリッシュ、種、体重 0.450.91kg と小型の野生アナウサギ種で交配され、数世代を経て多様な色のカイウサギとなった。 イギリスには九百四十八年に初めて輸入され、アメリカには九百六十年の九百七十年に初めて輸入された。日本では商業目的でなぜか事実に反しピーター・ラビットのモデルとして販売や紹介されたりもするが、生態モデルはイギリス人の絵本作者ポター八百六十六から九百四十三年が家で飼っていたペットで、 耳の長い穴うさぎがモデル。ピーター・ラビットが作られた時期、1893年にネザーランドドワーフ自体存在せず、ポターの死後、1948年にイギリスに初めて輸入された品種である。この品種は1969年、アメリカン・ラビット・ブリーダーズ・アソシエーションに認定された。このアーバの認定は、英国基準を一部変更して使用している。 初期、1970年から1980年代のドワーフ種は凶暴で、しばしば攻撃的性格をも持ち合わせた。これは、小型化のために野生品種動物を後輩に用いた結果でもある。そのため初期のドワーフ種は、カイウサギより野生ウサギのような行動形態を持ち、ペットとしては不向きであった。しかし、数世代にわたる選択的な育種により、 現在のネザーランドドワーフに見られるような、和で、友好的なペットとして変化した。だが、大型のウサギよりもっとエネルギッシュな性質を維持している。ネザーランドドワーフは、驚きやすく、野生的で、人に懐きにくい場合もある。これは、初期の品種改良による、典型的な痕跡である。しかし、他の生物と同様、性質は個体によりけりになる。 ネザーランドドワーフの頭と目は体のプロポーションに反し大きく、精進小人症遺伝のため耳は小さく立ち耳、頭頂部に位置する。そして顔は丸く短い、コンパクトで丸い体をしている。これらの特徴は小人症によるものであり、ネオテニー、陽形成熟は大人になっても幼く見えるからである。ドワーフの交雑品種は しばしば、これらの特徴を持つが、交配した品種による。しかし、交配種の場合は、純血種のような、幼っぽさはなく、大概いくらか、大きくなる。純血品種には、様々な色が存在する。ヒマラヤン、ブラック、ブルー、チョコレート、リラック、スモールパール、セーブルポイント、キッコー、チェストナット、シャムゼーブル、オパール、リンクス、リス、チンチラ、 カワウソ、褐色、シルバーテン、セーブルテン、スモークパールテン、オレンジ、シカ、鉄、壁岩ホワイト、ルビーガンホワイトなど。ペットショップでは、ネザーランドドワーフなどの品種と交配した雑種や派生種などを、ピーターラビットやミニウサギとして販売している。血糖症付きの純血種より安価である。ネザーランドドワーフ純血種の用紙より、 一般的なアナウサギ種の顔型であるおもな長になったり、大きくなったりする。ネザーランドドワーフ純血種の特徴とかけ離れた耳が長く体が大きめの個体がネザーランドラビットと表記し販売されることもある。ネザーランドドワーフ種と交配した小型ドワーフ種の品種。ネザーランドドワーフ種と大型種のフレンチロップを掛け合わせ派生した。 タレミミのホーランドロップのホーランド、ホランド、ホラントもオランダを意味する後、日本語のオランダの語源、オランダ国名を参照でオランダのタレミミ氏を意味している。その他にミニレッキス、ジャージーウーリーなどがいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。